今回は2016年秋のアップデートでギルティギアイグザードレベレーターに追加されるデジタルフィギュアモードについてご紹介いたします。デジタルフィギュアモードはゲーム内に登場するキャラクターや背景を組み合わせてオリジナルのジオラマを作成するモードです。最新のアップデート適用後にギルティギアイグザードレベレーターを起動するとコレクションの項目にデジタルフィギュアが追加されます。それでは早速デジタルフィギュアモードを起動してみましょう。初回起動時にはお好きなキャラクターを1体入手できます。なお初回に選択した以外のキャラクターは釣りで入手することができます。こちらがデジタルフィギュアモードの画面です。テーブルの上にいくつかの台座が置かれています。この台座にキャラクターや背景を配置してジオラマを作成します。まずはじめに小さい台座を使用してジオラマ作成の基本を説明いたします。台座を決定するとジオラマ編集モードになります。それではキャラクターを選択してみましょう。今回は主人公ソルを選びます。キャラクターを決定したらポーズ、表情、視線の向きやスプレーでカラーを調整することができます。それぞれをリストの中から選択していきましょう。ジオラマ編集中もカメラを操作して様々な角度から確認することができます。もちろん顔をアップで見ることも可能です。最後にキャラクターの向きを調整しましょう。完成です。素敵なジオラマになりました。基本操作は覚えましたか？次は応用編です。大きな台座を使用してジオラマを作ってみましょう。大きな台座ではキャラクター2体と背景を選択することができます。まずは背景選択です。次にキャラクターを選択します。大きな台座はキャラクターを2体まで配置できます。今回はフィギュア1にカイを、フィギュア2に新キャラクターのディズイを選択してみました。それでは先ほどの流れに沿ってキャラクターを調整していきましょう。完成です。とても雰囲気のあるジオラマになりました。自信作のジオラマが完成したらいろいろな角度から眺め、ここだと思うところで撮影、プレイステーション4のシェア機能を使って画像付きツイートをすることも可能です。どんどんツイートしてくださいね。デジタルフィギュアモードでは組み合わせのアイディア次第で様々なジオラマを作ることができます。ギルティギアイグザードレベレーターデジタルフィギュアモードが追加されるアップデートは2016年9月30日に配信予定。アップデートは無料となっております。すでにギルティギアイグザードレベレーターをお持ちの方はもちろん、まだお持ちでない方もこの機会にぜひお買い求めください。また配信日よりギルティギアデジタルフィギュアフォトコンテストの開催が決定。作成したジオラマのスクリーンショットを撮影し、プレイステーション4のシェア機能を利用してハッシュタグをつけてツイートしてください。応募期間は9月30日から10月10日まで。優秀な作品には豪華賞品をプレゼントいたします。どんどんご応募くださいね。イベントの詳細は公式サイトをご確認ください。